プロスペースアニバーサリー第2弾ということでね、来ましたよ。アニバーサリー第2弾がね、アニバーサリー、セレクション第1弾の最後、6巡目ね、誰を引いたか、ちょっと見てください。ちょっとめちゃくちゃ迷いました。誰引こうか。でもね、結果的にこの選手を引くんですけども、でまあきっちりね、2枚撮りすることなく、1枚でね、終わりましたけども、里崎がアニバーサリー第1弾取った選手は、山本由伸。ね。まあ、3500しかいなかったんで、一気に800ね、スピリッツが上がるっていうところで、やっぱりリーグオーダー、ちょっと覇王で苦戦してるんで、まあ、それ今すぐ変えたかったと。で、あとは、ビシエドも、このアニバーサリーだからこそ、AA っていうところがあるんだけども、中日枠としてすごい悩んだけども、やっぱ今すぐ、オリックスは吉田しかいないから、今すぐもうどうにかしないといけないっていうところで、吉田で決めました。さあ、第2弾。で、第2弾行く前に、こちら、第抽選会6周年。これのね、ちょっと結果発表見ましょう。さあ、どうなるのか。1と1と当たっててくれ。A 賞、A 賞、A 賞当たってくれ。当たったことない俺。何？さあ、E 賞当選。お、EFGH。A、B、C とか当たった人いるんですか？俺、D まで当たったことあるんだよね、過去ね。視聴者の皆さんで、A、B、C 当たった方いますか？今回のアニバーサリー、狙いは、やっぱり今すぐどうにかしたいのは大野。大野がもう絶対的に欲しい。すぐ極みにしてオーダー入れたい。リーグオーダー。でも、気になるのが、山本、吉信。もうすぐ極みにできるんだけど、すぐ入れたいんだよね。9位スタミナ。で、選択契約書で大野行こうかなと思ってて、山本がちょっと選択契約書でもらえるかどうかわかんないから、アニバはもう山本を取って選択契約書で大野を行こうかなと思ってます。皆さんどう思いますか？ぜひ教えてください。さあ、ということでね、まずはこのアニバーサリープレゼントスカウト、お一人様一回限り無料で引ける10連スカウト、これ行きましょう。レッツゴー。好き。さあ、2枚ないのか、2枚抜きないのか。2枚抜き、1枚か。ゴー。さあ、お願いしますよ。ギータ、山本、大野、坂本、松井裕樹。終盤リリーフいなかったら痛かった。西川、秋内、ワンボーロン、最後ちょっと覚醒しかけたか。安田、バッティングフォームコロコロ変わりすぎ。遠藤、どこ行った。中野は新人王いけるかっていうところで他の選手頑張りすぎた。細川、いつ爆発するんや。平田、いいピッチング見せてくれ。さあ、最後、カモン、来い。松井、まあまあいいでしょ。松井、まあまあ、まあ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 いいでしょう。松井投票したもん。入ってほしくて。アニバーサリーセレクション。これもね、5回引いて、6回目はまた後々行こう。さあ、10連目、レッツゴー。何もない何もない。カモンカモン、カモン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 ベイビー、笑ってよ、笑いねえ、笑って。くー、まあ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 、10連目だからね。 T 岡田、あなたの9月30日ホームランでオリックス優勝。伊藤光、怪我から復帰頑張って。三島、守護神頑張れ。お、殿崎、へえ、オッケー。あ、どうも、ここも、大野の絵とか欲しいんだよね。さあ、2回目、レッツゴー。なあ、この、確定以外で欲しい。第1弾が確定でしかもらえてないからね、俺。確定以外で欲しい。うわあ、全然ダメか。全然ダメなのか。飛んでよ。笑って。笑え！の、今村先発で頑張れ。清水、朝尾越ナイス。お、高橋刑事アドバイスでグッドピッチング。梅野、どうした、坂本に負けてんのか。小川、最後エースで頑張れ。太田、打てなきゃ。柴田、ここに来て急成長。床田、前半戦どこ行ってた。北条、もう守備頑張んないと。中野来たよ。勝野、
ギータ山本大野カモン。いやーこれも1枚なのか、ギータ山本大野1枚なのか、1枚なのか、ギータ山本大野カモン。笑いもしない噂は自己心、いい岡田がいつまって、足立戦力が非現実、岡野溝脇、おっとおかわりくん、ああ一人頼む、ギータ山本大野来い、よーし、ギータ山本大野来い、よーし、よし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 、来た、よっしゃ来た、最高最高、来たよ。さあ4回目、月が出てる、調子くんレッツゴーから、よっしゃ確定、よし来た確定、来た確定、オッケー頼むよ、アニバ頼むよ、 50% か 50% なんでしょ、アニバ来ますよ、バット当たって大野でもいいよ、カモンカモンカモン、あとギータ5の、ギータ5の、ギータ5の、さあ確定よ、カモン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 、来た。ソンチャホ、あでもソンチャホ結構いいんだよね、シリーズ2何気に、まあもうこれはね純当たりだと思う、何気にソンチャホいいってビップさん言ってた、オードエオッケー、オードエオッケー、オードエオッケー、さあ5回目、まあとりあえず今日ねこれ最後だ、うもう1枚来ないかな、来い、さすがに来ないか、近藤、馬場、中島、太田、石崎、まっすぐよく頑張った、青木もよく頑張った、浜口復活、京田、オースティン、オースティンの絵、オースティンの絵いいね、まあまあまあ、オッケーオッケー、これで止めとこね、これまた後でやりましょう、王の取りに行きましょう、王のがギータかギ、あもう山本引いたんで、ちょっとギータと王のどっち取るべきか教えてもらっていいですか、であと選択契約書で王の狙った方がいいのか、どっか違うの行った方がいいのか、ちょっと皆さん、教えてください、さあということでシリーズ2の契約書があるんで最後引いて終わりましょう、シリーズ2大抽選会最後誰が出るのか、さすがは山本たたんでいいイメージで、それでは皆さんさよなら、ありがとうございました、皆さんねギータと王のどっちを取った方がいいのかぜひ教えてください、それではレッツゴー。さあ誰だ誰だ、ここで王のとかが来たらマジビビるで、王のとか来たらな、さあ誰だ、シリーズ2カモン、コンちゃん、オッケー、さよなら。